どうも皆さん、こんにちは。直伐です。本日はですね、またね、残念なお話をしなければならないんですけども、なんとですね、セゾンマイレージプラスのクレジットカードの年会費とかね、またマイルアップメンバーっていうね、まあこちら有料プログラムでマイル付与がね、アップするプログラムがあるんですけども、まあ、こういったのがですね、解約ということで、値段が上がります。ということで、本日はね、こちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、このクレジットカードね、ユナイテッド航空のね、マイル貯められている方で、メインカードにしている方もね、結構いらっしゃるのではないのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、今回ですね、年会費もね、変わるカードがあったり、このマイルアップメンバーもね、倍になったりね、またね、それ以外にも、決済先にもですね、ちょっと一部変更があるっていうふうになりますんで、このクレジットカードね、利用されている方は、かなりね、影響あるかな、なんていうふうに思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい、ということで、こちらね、セゾンのね、お知らせから来ておりますけども、見ていきたいなと思います。マイル付与条件の改定サービス変更のお知らせということで、マイレージプラスセゾンカードは2024年5月より順次年会費及びマイル付与条件改定サービスをリニューアルいたしますということで、変更点がですね、年会費の改定、オプションサービスの年会費改定、で、またね、マイル付与上限の変更であったり、年会費の変更時期とかね、結構いろんなね、変更がね、ありまして、サービスの改定についてとかもね、ありますので、まあ、こちらね、持ってる方はね、結構このページね、熟読していただいて、変更ね、される点、注意していただければなと思います。で、今回クレジットカードでね、変更されるのはこの4枚っていう風になっておりまして、まず年会費の部分ですね、マイレージプラスセゾンプラチナアメリカンエクスプレスカードとセゾンマイレージプラスプラチナカード、この2つのね、ビザブランドとアメックスのプラチナカード、こちらに関しては年会費の改定はありません。で、またね、ファミリーカードの年会費も、変更はないって言った形になりまして、ゴールドカード、またね、一般カード、この2つがね、大幅に変更になるということで、まずね、ゴールドカードは現行年会費2万2000円のところが、なんと3万3000円ということで、1万1000円も年会費上がります。これ衝撃ですよね。で、またね、一般カード、マイレージプラスセゾンカードの一般カードは1650円というね、非常に年会費の安いクレジットカードね、利用することができてたわけなんですけども、こちらも衝撃の年会費約倍ということで、3300円に引き上げられます。で、またね、衝撃なのはこれなんですよね。マイルアップメンバーっていうのはね、このクレジットカードにはございまして、それがこちらなんですけども、セゾン、マイレージプラスセゾンカードのオフィシャルサービス、マイルアップメンバーとは何ですかということで、こちらは年会費追加で5500円払うと、ショッピング1000円につき、10マイルが貯まるっていうね、セゾンマイルクラブみたいな、まあそういったね、有料プログラムがあるんですよね。で、上限はね、3万マイルまでね、上限がございますので、まあこちらまではですね、1000円につき、10マイルがね、貯まるっていう風になりますんで、まあ非常にこちらね、利用されている方多かったと思うんですけども、こちらもね、なんと、改定前今5500円なんですけども、倍ということで1万1000円に引き上げられるっていう風になるんですよね。ですので今までね、マイレージプラスセゾンの一般カードを使っていて、またね、マイルアップメンバー利用されてた方は、まあ合計でね、7000円ちょっとぐらいでね、利用することができてたわけなんですけども、なんと今後はですね、1万1000円と3300円ということで、1万4300円ね、必要になるっていう風になりますんで、かなり年会費上がりますよね。いや、これはね、かなりね、解約ですね。で、年会費の変更時期についてということで、すでにね、カードをお持ちの方は2020年4月の4日、引き落とし分より改定後の年会費が適用となりますということで、カード保有されている方は年会費、請求がいつなのかね、ちょっと気にしていただいて、7月4日以降からね、引き落としになる分が次の年会費で請求されるっていう風になりますんで、この点ご注意ください。で、新規の方は5月の1日以降から新規のカード申し込み分については、こちらね、年会費が適用されるっていう風になります。それでは次にですね、マイル付与上限の変更についてなんですけども、税金及び公共料金マイル付与上限ということで、税金と公共料金のマイル付与上限が下がります。で、まずね、ゴールド、プラチナに関しては、1000円につき15マイルっていうのがね、今まで 1.5% 還元で、貯まることができたわけなんですけども、改定後は1000につき5マイルということで 0.5% 還元になります。これが、10月の4日からね、変更になるということで、マイルアップメンバーに関しては今まで付与対象だったものが
対象外になるっていうふうになりますので、こちらはまあ全体的に 0.5% 還元になるっていう感じですね。はい、ですので 1.5% 取れてたものが 0.5% になるということで非常に残念ですね。でこのね税金と公共料金のくくりはねちょっと後でね説明したいと思います。で電子マネーチャージもね今回変更になりまして、電子マネーチャージ、プリペイドカードチャージ、マイル付与上限変更ということで、プラチナ、ゴールド一般とありますけれども、改定前ですね1000円につき15マイル、貯めることができてたり、一般カードは1000円につき5マイルね貯めることができてたものが、改定後は付与対象外ということで、セゾンのクレジットカードって言えばこのチャージ系に強いっていうのはね、あのイメージとしてあったわけなんですけども、これもね対象外に10月4日からなります。でこのね電子マネープリペイドカードの詳細なんですけども、これもね今までもですねある程度ね対象外あったと思うんですけども、ナナコ、エディ、交通系 IC、ワオン、ペイペイ、AUペイ、メルペイ、ウェブマネーなど当社が電子マネーチャージまたはプリペイドカードとして特定可能な売上がマイル付与上限対象外となりますということで、まあ、これもですね詳細がねこれ以上書いてないので、まあ、どれがいけるとかどれがいけないっていうのは本当に試してみないと分かんないパターンだと思いますね。で次にユナイテッド航空の航空券購入ボーナスマイル付与上限ということで、プラチナ、ゴールド、一般とありますけども、こちらは新サービスということで、今までねこのユナイテッド航空の航空券購入に対してはボーナスマイルっていうのは付与されてなかったわけなんですけども、今後はね1000円につき15マイルっていう風になります。で一般カードは1000円につき5マイルということで、ボーナスマイルがですねユナイテッド航空の航空券を購入すると、まあ、付与されるっていう風になるんですよね。これが10月の4日からっていう風になります。でユナイテッド航空ウェブサイト、ユナイテッド航空の予約センター窓口や、ユナイテッド航空の航空券を日本円で購入された金額に対してボーナスマイルを付与しますということで、まあねこのクレジットカード持っててね優勝で乗ってるっていう人はね結構少ないと思うんですけども、まあ、今後ねこういったサービスが追加になるっていう風になります。で次にねサービスの改定ということで一部ね変更がされます。でプラチナカードですね、年会費5万5000円かかるわけなんですけども、こちらですねサービス改定及び変更時期は以下の通りです。年間マイル付与上限についてということで、2025年3月4日引き落とし分より1000円につき15マイルの付与に年間9万マイルまでの上限を設けます。上限を超えた分は1000円につき5マイルを付与しますということで、こちらね現行1000円で15マイル 1.5% 還元で利用することができたわけなんですけども、年間 9万マイルじゃないですよ、90万マイルまでっていう風にね上限が設定されます。で毎年3月4日から翌年の2月4日の基本投資分で計算いたします。2024年の付与上限はありませんということで、あくまでもね2025年の3月4日ということで、まあ、来年の、ちょうど今ぐらいですね、変更になるっていう風になります。でこちらね一覧になっておりますけれども、まあ、こういった感じでね、記載がありまして、これ以外にもですね新しいねサービスとして、セゾンプレミアム招待日和、こちらがね追加になるみたいですね。はい、これは朗報だと思うんですけども、まあ、このマイル購入とかもね実は終わってしまうっていう風にねなりますので、マイル購入がね 10% オフでね購入してた方はですねかなり大打撃ですよね。でまたね決済額が高い方ですよね、まあ、一応90万マイルなんでねかなり決済額積まないと、まあ、これは超えないと思うんですけれども、本当にめちゃめちゃ決済しますみたいな人はね、これは本当に、解約ですよね。はい。ということで、それ以外のね、サービスに関しては変更ございませんので、この点もね、覚えておいてください。で、次に、ビザカードのプラチナカードですね。こちらも、年間のね、決済額の上限を設けられて、またね、セゾン、プレミアムレストラン招待日和がね、追加になります。で、マイル購入、割引サービスもなくなるという感じになります。で、これ以外のね、サービスの変更はございませんという感じですね。で、次にゴールドカードですね。年会費がまず2万2000ところが、1万1000アップの3万3000円ということで、1万1000ね、引き上げになります。で、こちらがね、一覧になるわけなんですけども、ゴールドカードはね、ユナイテッドクラスのパスがね、年間1枚ね、もらえるようになるみたいですね。で、またね、こちらは先ほど行きましたね。あと、手荷物宅配サービスも入るみたいですね。ですけども、マイル購入の割引サービスは終了になります。このユナイテッドクラブのパスラウンジっていうのは、まあ、ユナイテッド航空のね、私がニューアーク空港とかでよく行ってるね、ユナイテッドクラブのありますよね、ラウンジ。あれの
ラウンジ券が1枚もらえるっていう感じですね。まあ、ユナイテッドクラブパスなんで、まあ、スターランスゴールドのラウンジが1回利用できるみたいな、まあ、そういった感じになりますかね。まあ、ユナイテッド航空限定になりますんで、まあ、日本で言うと成田空港か。成田空港にユナイテッドクラブありますんで、あそこだけか。そうですね。今現行で、国内でユナイテッド航空のラウンジって多分成田空港しかないと思いますんで、まあ、成田か、まあ、帰国時のあのアメリカで利用することができるかなっていうところですね。まあ、結構ね、あの利用する機会ね、成田空港ですんでね、はい、まあ、ちょっと遠いっていう部分がありますんで、まあ、利用できる方ね、ちょっと限られるかもしれないですけども、まあ、こういったパスがね、付与されるっていう風になります。まあでも年間3万3000なんでね、年会費ね、かなり高いですよね。で、次に、ビザブランドの年会費も、2万2000から3万3000になりまして、こちらも一緒ですね。はい、ユナイテッドクラブのパスが1枚もらえたり、航空券購入で、ボーナスマイルがついたり、マイル購入割引サービスがね、なくなったりいたします。で、次に、一般カードですね。こちら一番使ってる方が多いんじゃないのかな。私もね、これの、セゾンブランドね、一時期持っておりました。このクレジットカードね、あの、ポイ活系の人もね、持ってる人、ちょこちょこいらっしゃるみたいですね。このアメックスのセゾンなんでね、セゾンキャッシュバックとかもね、利用することができますんでね。で、年会費は、1650円から3300円に引き上げになって、オプションサービスのマイルアップメンバーは5500円から1万1000に引き上げになります。ですので、今後の維持費は、年間1万4000になる感じになるんですね。今まで7000ちょっとだったのに1万4000ということで、かなりの引き上げですね。で、こちらに関してはね、まあ、先ほど説明した部分でね、ほとんど一緒っていう風になりますんで、まあ、内容は割愛させていただきますけども、こういった感じでね、かなりね、厳しめになりますね。で、次にね、よくある質問にね、記載があるんですけども、まずこれですよね。税金の決済でマイル付与数の変更及びマイルアップ付与対象外になりますが、どの利用部分が対象外になりますかということで、国税都道府県市町村取扱いの各種税金、税金決済に伴うシステム使用料及び手数料など、当社に税金決済として特定可能な売上や付与上限変更の対象となります。かっこふるさと納税は除くということで、まあ全体的に税金はダメだっていう感じですかね。で、あと、公共料金ですね。これはどの部分が対象になるのかということで、電力、ガス、水道局、NHK 受信料など、当社にて特定可能な売上が条件変更となりますということで、まあこちらもね、まあ基本的に、まあ公共料金と呼ばれているものはね、まあ全てダメみたいですね。で、次に電子マネーですね。こちらもね、これしか書いてないんで、まあこれ以外でね、チャージできるも絶対あると思うんですけども、これ以外もですね、特定可能な売上に関してはね、マイル付与上限対象外としますっていう風になりますんで、まあこればっかりはね、ちょっと実際に使ってみて、これならいける、いけない、解約みたいなね、まあそういった感じになりますかね。はい、そんなところでしょうかね。まあそれ以外ね、ちょっと気になるものございましたらですね、ぜひね、皆さんチェックしといていただければなと、思います。あ、こちらですね。ユナイテッドパスとは何ですか？これですね。ユナイテッド航空のご搭乗限定の空港ラウンジ、ユナイテッドクラブをご利用いただけるチケットです。1枚59ドル相当。で、どのように受け取れますかということで、カード更新月月末、会員のマイレージプラスアカウントにデジタルパスを送付されるみたいですね。で、どこにありますかということで、アメリカの主要の空港はもちろん成田空港をはじめ、グアム、ヒースロー、世界45箇所でご利用いただけますということで、まあ、成田空港、国内では成田空港のみですね。まあ、こういった感じになっております。いやー、でもそれにしてもね、本当にいろんな感じで解約で非常に残念な内容が発表されてしまいましたね。はい、ということで今回ですね、セゾンマイレージプラスクレジットカードね、解約ということで、まあおそらくね、今回の解約でね、かなり維持費上がってしまうっていう風になりますんで、まあ解約される方ね、結構いらっしゃるのではないかと思っております。で、結構ね、聞かれるんですけども、マリオットアメックスプレミアムカードもね、あの、ユナイテッド航空のマイル還元って今 1.5% なんですよね。で、その代わり 49,500 円という年会費が高いクレジットカードなんですよ。で、セゾンね、マイレージプラスは、やはりね、年会費安いからね、こちらのカード使ってますって方ね、結構いらっしゃるっていう風になりますんで、まあこれからね、まあどういった感じなんですかね。それでもまだね、あれの、マリオットアメックスプレミアムカードって 49,500 円年会費しますんで、まあ、ユナイテッドにもね 1.5% で変えられますし、他にもね交換することできるんですけども、
まあやはりね、49,500円なんでね、まあ年会費上がってもね、ユナイテッド航空のマイルだけでいいっていう方は、まあ継続されていく方が多いのかな。まあでもね、やはりちょっとね、今回の回復かなり痛いんでね、このクレジットカードね、保有されている方はぜひね、チェックしておいていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクレパ診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料でね、利用することができるようになりましたので、こちらもね、ぜひチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。